夏の月君に恋したい。なんかツイッター見てたらさ、なんか皆さん昼から飲めるとか、もう平塚ついてる人もいっぱいいて、え、今日夕方ナイターじゃねえのと思ってツイッターつぶやいたら、15時キックオフですよ、15時キックオフですよって教えてくれはって、はにゃって感じすぎて、起きて1時間で今行こうと思って準備をしてます。ボミがいるよ、ボミ。あー、洗濯物干してなかったやっべ。もうなんか2時間前つけん。終わった。はい、毎度画面揺れすいません。まあ、そんな感じで今回も Vlog スタートしていきます。よかったら最後までご覧ください。実は試合が18時キックオフだと思って勘違いしてて、鬼の遅刻でございます。間に合ってしまって、家から2時間以上かかるので14時直前にスタジアム着きます。やってしまった。時は歩いてスタジアムまで行ったんですけど、ちょっと暑すぎたのでバス乗ることにしました。はい、今2時前ギリギリ着いたんで、はい、すいません、ありがとうございます。かわいいロビーくんと。おいしそう、ローストビーフとシラス。おごってもらっちゃいました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。おいしかった。では今何時や。今キックオフの30分くらい前なんで、席の方行きます。立ち見席ってことですか。ブロードキャスティングパートナーはダゾーン、トップパートナーはアイデム。鎌倉市市長の松尾隆様でした。これからも共によろしくお願いします。ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。鎌倉堀写真立てが贈られます。はい、スタメンはこんな感じ。今日の注目選手はマイクマ選手です。松田陸選手と右サイドバックのポジション争いすると思ってたら、ここ数試合右サイドでの起用が多くて、精度の高いパスと質の高いクロスでアタッカーとして攻撃の要になってるんです。ぜひ注目してみてください。湘南ベルマルバーズセレッソ大阪、0-1、セレッソ大阪のリードで前半が終了しました。これよりハーフタイムに入ります。2022シーズン J リーグ、守備の時間が長い中で失点しなかったことがすごい嬉しかったし、なんとか耐えてくれと思ってたら、最後アディショナルタイムに追加点まで、見応えありまくりの試合でした。
はい、実は今日からベルマーレさんとの3週連続試合なんですけど、なんと言っても松野選手が厄介でしたね。あとは後半交代メンバーが入ってきてより攻撃的になったのでずっとヒヤヒヤしてました。また週末よどこでお待ちしてます。晩ご飯食べて車で新百合ヶ丘まで送ってもらって、なんとか終電余裕のある電車送ってもらって、余裕のある電車まで送ってもらったのにもかかわらず、出発時間同じ時間の電車が2本あって、見事逆方向を乗ってしまい、また新百合ヶ丘から出戻りです。今日いろいろ本当にやらかしすぎてる。無事終電で帰ってこれました。ちょっと暑すぎたんでアイス食べながら帰ります。楽しかったです。てな感じで今回の Vlog 終わりです。1週間また頑張って